さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って、まずはペン字で照れる解説していきます。まずはやってはいけないことですね。皮偏をご覧の通り太くしてしまうとごつい印象になってかっこいい字にはならないんですよね。あともう一つ良くないのが点すべてが同じ長さになってしまうことですね。正しくは皮偏はものすごく痩せなければいけません。真ん中の2つの点は小さくしましょう。点4つの上は揃え、下は不揃いにするのが一番かっこいいですね。さあ正しい例です。皮偏はできるだけ痩せさせて書きます。そして皮偏の位置も中心に寄せて書くんですね。皮偏同様、刀や口も左右方向にあまり広がらないようにします。この文字の中で最も左右に広いのは点なんですね。やはり真ん中の2つの点は短いですね。さあ続いて筆ペンで解説します。さあ4つの点なんですが、真ん中の2つは同じ点の形です。右の点だけは違う点なんですね。真ん中2つの点はかぶせるようにして書く点なので、ちょっと縦線に近い点になります。4つ目の点は右にスライドするタイプの点なので、横線のような点になります。さあ全体書いていきましょう。縦線は太くならないようにしていきます。やはり横線は細いんですね。ご覧の通りかなり痩せていますよね。刀もそこまで横方向に長くありません。口もできるだけおちょぼ口にしてあげましょう。真ん中の点2つは小さくかぶせるようにして書きます。そして最後の点だけは右に少し長めでスライドするような点になります。さあ続いて大筆で解説します。筆ペン同様、大筆でも真ん中の2つの点は縦にスライドするように書き、止めの部分は筆を持ち上げ左にスライドし、角っぽくなるようにしていきます。右の点は右にスライドしていき、今度は右上に出っ張ります。そして角っぽく止めると格好が良くなるんですね。さあ全て書いていきます。縦線はあまり太くなりすぎない方がいいです。横線細いですが縦線もそこまで太くありません。やはり刀の横線も細いです。まあ縦線の方が横線よりは太いですね。上半身の幅より点の幅の方が広くなるんでしたね。かぶせるように書く点、かぶせるように書く同じような点、短いですよね。最後の点だけは長くし、右にスライドするように止めていきます。さあ続いて行書です。行書は線に丸みが出ます。特にこの曲がり角、点節というんですが、ここが丸くなると行書らしくなりますね。下の点4つ、レンゲが線になるのも行書のメリットですね。4つ書くの面倒ですが、行書だとこれ書きやすいですよね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。さあ左から右に行くにつれて、ちょっとずつ真面目な人が照れていく様子を表現していきます。ツンデレですね。少し気質を尖らせ、斜め上がりを強くし、曲がり角である点節を角っぽくしていきます。まだまだちょっとツンツンしていますよね。まあ払いとかもピンピンして、入筆も鋭くしていきます。そしてそれをマイルドにしていきます。横線の斜め上がりは強くせずに、むしろ平行方向に引っ張って、点節はあまり角っぽくならないようにしていきましょう。払い先も尖りすぎないようにしていきます。今度は丸くして、点節を丸くし、そして横線を下に下げてみましょう。完全にまん丸にしていきます。まあ、口とかもこういう風にして書くといいですね。点は小さくし、払い先の点などを小さくしていきます。まあ、知識さえあればいろんな表現をすることができますよね。さあ今日はスプレーと絵筆を使ってテレを表現していきます。まあやはりテレといえばピンクですね。それにちょっと黒を重ねてテレてる感じを表現します。まあやはり先ほどと同じように点節などは丸くし、少し横線を下げるといいですね。まん丸にするためにちょっとコンパスみたいに丸くしましょうか。まん丸で可愛らしいですよね。さあさらにテレてる感じを表現するためにちょっとずつ小さい点で、まああまり強すぎるとテレた感じが出ないので小さく紛失していきます。さあいかがでしょうか。結構照れた感じがピンク色によって表現できたと思います。お遊びも以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。照れるですね。久しぶりにちょっとスプレー使ってみました。やはりアートも面白いですよね。私の書道教室ではですね、真面目な書道、まあ、美文字をお伝えはしているんですけれども、当然創作のようなものも指導させていただいているんですね。そういったものに表現に興味のある方はぜひうちの教室にいらしてください。まあ、改めましてチャンネル登録お願いしているんですが、2000文字の常用漢字をペン字、筆ペン、大筆、楷書、行書、アートで解説しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押して、まあ、たまにね見ていただけると嬉しいです。さあ今回以上となります。ありがとうございました。